今日はスケッチブック用意しました。あのスケッチブック用意したので、今日はお絵かきしようと思います。いいですか？あ、リカバさん、ヒョウ柄とかありがとうございます。あ、トマトさん、金ピカだるま、ありがとうございます。と、タイムさん、ヒョウ柄とかありがとうございます。髪型かわいい、ありがとうございます。あの、さっきお母さんにお団子してもらいました。あ、ニカパーさん、金ピカだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお絵かき配信みたいなのをやってみたいです。ソルちゃんさん、朝何食べたの？朝はまだ食べてないです。あ、セレセレさん、ヒョウ柄タコありがとうございます。シンさん、お団子はとても可愛いです。ニコしなさい、ありがとうございます。今日は、一旦12時まで配信します。今日一旦12時まで配信させてもらいますね。あ、ヤムさん、金ピカだるまありがとうございます。あ、つるつるさん、ハートありがとうございます。こんにちはは、こんにちははです。こんにちは。ヨセさん、ピン、金ピカだるま、ありがとうございます。キラキラ。今日は、何の絵を描こう。96風船の子、ありますよ。あるんですけど、見えないから、もう貼ってないです。あります。何の絵描きましょう。何の絵描いたらいいと思いますか。かわいそう。かわいそう、OK です。かわいそうってどんなんですか。できました。そうちゃんさん、若ぽんさん書こう。書けないです。見えます？あー、ラッコ。ラッコに見えちゃうか。犬。そうなんですよ。かわそ難しい。なんだ。なんださ、あ、絵文字付きで、ありがとうございます。
朝から見てくれてありがとうございます。こんな感じかな？なぞります。こんにちは、トラブルタさん、こんにちは、おはようございます。書けました。書けました。よし、見やすいかな。カワウソパンダです。あ、トラボルタさん、ハートありがとうございます。レッサーパンダレッサーパンダ描けるかな。あ、トマトさん、ピカピカありがとうございます。タヌキは描ける？タヌキ、タヌキタヌキか。描けないかも。あ、ライオンは描けるかも。描けました。ヤスさん、金ピカだるまありがとうございます。ライオンです。じゃあ、ハンター。ハンターってさっき、書いてくれた人がいたので、ハンター書きます。あ、こんにちは。おはようございます。キャンチャーさん、あやみ、あーみややさん、クロちゃんの並びみたい。しんさん、四足歩行が苦手だね。苦手です。としかずさん、遊びに来たよ。ありがとうございます。さっちゃんさん、あ、ハンター。あ、きょんちゃんさん、ヒョウ柄タコを3つ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハンター、走ってるところ。こうか。ワニは描けるかな。ワニはどうかな。ワニも後で描いてみます。ワニ描けるかな。こんにちは。ハンターです。
こんにちは、おはようございます。ペンギン、ワニ、OK です。ペンギン、山竹さん、流れ星ありがとうございます。なんだったっけ？ペンギンとワニ、OK です。躍動感ハンターない。ありがとうございます。あ、ハンターは。ワニ。なんか全部横向いて、なんか全部左向いて、こうなってます。書けました。どうですか？頑張ってください。ありがとうございます。つれつれさん、ハートありがとうございます。ハンターが狙うみたらし団子も書いてください。わかりました。色鉛筆も用意してあります。みたらし団子も書いてあります。あ、全部うまくて？ない？行列になって、あ、そうです、そうです。行列です。みたらし団子ですか？三色団子だったっけ？あ、みたらし団子。じゃあ三色団子書きます。行列になってます。うまいですか？ありがとうございます。まずはみたらし。みたらし団子好きな方いますか？あ、間違えた。朝ごはん食べましたか？朝ごはん何食べましたか？今のところ全部上。ハンター行列ができるみたらし。ハンター行列。三色団子の順番覚えてないです。ちょっと適当になっちゃうかもです。今のところ全部うまいです。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、後から難しいの出してきます。よし。今度はカラーです。ワニうまく描けました。
何うまく書けましたの？で、もう一回見せます。ワニに色つけました。どうですか？ 三色団子とみたらし団子です。あ、おはようございます。おはようございます。お団子です。あ、今日髪型お団子です。朝はご飯とお味噌汁と焼き鮭です。おいしそう。くまさん、みたらし団子食べたくなってきた。本当ですか？食べてください。団子マンにも色がつくと完璧やな。ありがとうございます。ジワクレイさん、初見さん、こんにちは。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。誕生日が12月29日です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。あつしさん、ちら。こんばんはじゃない。おはようございます。朝はご飯と温泉卵と、塩辛食べたよ。美味しそう。昨日、アミタンさんが高校生のルームいろいろ見てたらしいよ。ちょっと若ぽんさんのやつが蘇ってきます。あつしさん、金ピカだるまありがとうございます。まこさん、こんにちは。アップルウォッチ欲しいと思ったことありますか？アップルウォッチって腕時計みたいなやつですよね。多分あります。何書こうかな。団子、今日団子です。ティディベアカラーのシュシュつけました。腕時計したら似合いそう。本当ですか？今は10時19分です。こちらって。私忘れてお風呂入って壊しちゃいそうです。こんにちは。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の13歳。血液型が A 型。身長約150センチの中学2年生です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。こうさん。ヒョウ柄とかありがとうございます。今日は一旦12時まで配信して、また午後1時くらいから、やります。今日もハンター忘れずにね。今日は本当のお団子ハンターです。ヒョウ柄タコちゃん描けるかな？ヒョウ柄タコちゃんどうかな？多分描けないと思います。じゃあ、何描こうかな。あ、糊
乗り鉄さん、こんにちは。黒です。ノーネームさん、赤だるま、ありがとうございます。あみさん、こんにちは。ジバグレイさん、花束、ありがとうございます。トマトさん、ピンクのペンライト、ありがとうございます。あ、今日服ピンクです。今日はピンクの服にしました。ヤサさん、金ピカダルマ、ありがとうございます。トノーネームさん、赤だるま、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。嬉しいです。おはようございます。エントリーナンバー96番のクロです。ぜひ、いいねよろしくお願いします。新潟出身の13歳の血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ワンちゃん描きます。マルさん、こんにちは。ステプラさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。今日は午前は12時まで配信させてもらいます。やすさん、こちら。こんにちは。今日は12時までとりあえず一旦12時まで配信させてもらって、午後からまた配信します。今日はたくさんできます。SK さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こそばです。ゆうさん、あ、ようさん。ゆうさん、こんにちは。今日も忘れてません。ハンター、昨日はハンタータイム少なかったので。昨日ハンタータイム少なかったですよね。じゃあ、今日は早速なんですけど、投票またやってもいいですか？投票機能使ってみてもいいですか？裏写り。早速なんですけど。いいですか？あ、こんにちは。おはようございます。今日は、7、
とひょとろうかな。トマトさんどうぞ、ありがとうございます。何のとひょとろうかな。何の投票？おはようございます、山田さん。見に来てくれてありがとうございます。じゃあ、何の投票？じゃあ朝方か夜方かどちらでもないかとか。何の投票を取ったらいいですか？あ、ことさん初訪問ありがとうございます。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひいいねよろしくお願いします。どうしようかな。ちょっと投票後にします。思いつかなかったです。何でもいいよ、ありがとうございます。ちょっと思いつかなかったです。今日は、三重県のイメージは1、近畿、2、中部、3、独立国家です。あ、いいですね。それやってみます。ちょっと色が出ないか。ちょっと色が出ませんでした。ごめんなさい。でもどうなんだろう。私にもわかんないです。ねえ、今は新株じゃいます。レイさんのブート今もなく開演。楽しんできてください。谷山さん、はじめまして。はじめまして。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の13歳。血液型が A 型。身長約150センチの中学2年生です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。お昼ご飯は、フレンチトースト食べる予定です。
フレンチトースト作って食べたいなと思ってます。スマターさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。トマトさん、自分で作るの？自分で作りたいですって、自分で作るつもりです。はい、頑張ります。失敗しないように頑張ります。こんにちは。今日も可愛いね。ありがとうございます。はい、フレンチトーストを食べて、またもう一回配信したいなって思ってます。フレンチトーストをお腹いっぱい食べてまた配信します。で、それで、材料を買ってきてもらいました。得意料理は何？得意料理。得意料理か。得意料理ないかも。あんまり最近料理しないんですよね。でも、料理、お菓子作るのは、いや、最近はやってないけど、好きです。楽しい。作るのが楽しいです。マイペースのクロちゃん面白い。私、すごいマイペースなんですよ。マイペースです、すごく。フレンチトーストやと飲み物は何飲むの？あ、牛乳飲みたいなって思ってます。で、私がさっきから書いてるのは、虹です。虹書いてました。牛乳とフレンチトースト食べたいです。寝癖の髪型がかわいい。これね、私髪の毛一本一本がなんか細いのかな。なんかそれで、あー、ここの毛が短いから出てきちゃうのかもしれない。今日はお団子です。画面からはみ出てるかも。今日は団子です。お母さんに買ってきてもらいました。団子かわいい。ありがとうございます。今日はティティベアカラーのシュシュをつけました。外せます。あ、ちょっと。ピンポン。逃げろ。ピンポンダッシュですか。おはようございます。こんにちは。こんにちは。今は
自分でも何書いてるかわかんないです。よし、猫描きました。猫描きました。もし、アンダーザ、リンボー、虹色でーす。かわいい。ありがとうございます。何猫？黒猫です。黒猫なので、なんか、猫の影、黒い猫の影を描きました。こんにちは。黒猫、後ろ姿、よく見えなかった。あ、ごめんなさい。黒猫の後ろ姿のつもりです、一応。はい。さきさん、こんにちは。こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。見えた、ありがとう。優しい。優しい。こちらこそ、ありがとうございます。コンパス。コンパス。喋り方おっとりしてて可愛い声。本当ですか？ありがとうございます。私、声あんまり自信ないです。三日月と黒猫。あ、三日月も描きますね。右上にワニがいます。はい、自信持って、ありがとうございます。優しい。黒猫です。黒猫と三日月です。見えましたか？リカサキも描きました。セーラームーン、セーラームーンじゃないです。普通に猫とミカサキです。ペンギンに色、ペンギンに色もつけます。ペンギンかわいい。よし、色つけれました。はい、虹の横はタヌキ、レッサーパンダ。虹の横は犬です。犬です。3期生の、ゆりさんみたいになりそう。水色ペンギンかわいい。足は黄色、足黄色です。あ、
あ、色です。見せないと。あ、色です。あしきいろです。あすさん、こんにちは。見てきてくれてありがとうございます。犬か、ごめん、わら全然大丈夫です。これは私の勝手に目のめっちゃでかい犬です。確かにレッサーパンダにめっちゃ見えますよね。あきたさん、俺の絵描くけどうまいじゃない。今日はお団子です。ヤマキさん、イラストめちゃくちゃ上手だよ。そうなんですね。あ、なるほど。あ、アキトさんも絵描かれるんですね。うん、見てみたいです。絵上手だったら絵描くの楽しい、楽しいと思います。こんにちは。今日は、12時まで配信します。配信させてもらいます。ぜひ見ていってください。今日はもう、昨日ハンター少なめだったんで、今日はハンターいっぱいしようと思います。あ、けんちゃんさん、投票柄タコありがとうございます。ありがとうございます。はとみさん、おはよう。おはようございます。朝から見に来てくれてありがとうございます。今日は朝から本当に見に来てくれてありがとうございます。えとみさん、こちらこそ朝から配信ありがとう。優しい優しい、ありがとうございます。今日はちょっとお絵かきしながら配信しようと思ってます。絵が上手でびっくりした。ワニ見た時に確認した。本当ですか？絵上手ですか？ありがとうございます。あとは、あ、じゃあフレンチトースト？フレンチトーストない？難しい。フレンチトーストは無理かも。今日はフレンチトーストを昼に食べようと思ってます。楽しみです。
配信10時からやったよね。今気づいてきたから遅くなってごめんね。いやいや、今日はたくさん配信するのでね、ありがとうございます。見に来てくださって、と炊飯部入部希望さん、ハートありがとうございます。今は食パン、あ、間違えた色間違えた、真っ黒で塗っちゃった。じゃあ今は何の絵を描いてるでしょう。今は何の絵を描いてるでしょうか。ヒントは食べ物です。ドーナツ、あー、でもそういうあのパン系です。パンというか、じゃヒントはパンです。ヒントパンです。何パンだと思いますか。あ、はるさんこんにちは。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約 150cm の中学2年生です。ぜひいいねよろしくお願いします。 C さん食パン、けんちゃんさんクロワッサン、はとみさんメロンパン。ほうほう、ちなみに正解者いますメロンパン、なるほど。じゃあ正解いってもいいですか。早いですね、早いですね見るお肉さん遊びに来たよ、ありがとうございます。しんだまさんこんにちは、こんにちは。ミラニクさん頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。ゆさんこんにちは、こんにちは、見に来てくれてありがとうございます。じゃあ正解言ってもいいですか。正解言っても大丈夫ですか。ちょっと時間があったのでジャムを塗りました。じゃあ正解言います。正解は食パンです。食パンにジャム塗りました。Cさん正解です。これは運命ですねKG803 さん、お、そうです、食パンです。上手ありがとうございます。クロワッサンも描きたいですね。メロンパンも描きたい。あ、昨日かな？ん？昨日じゃない。おとついクロワッサン食べました。美味しかったです。美味しそう。
黄色にしたらフレンチトーストになったんじゃ。確かに。確かに。クロワッサン。クロワッサン今書いてます。トマトさん、金ピカだるまありがとうございます。ゴールデンウィークだから、金ピカだるま、あるんです。ねえ。私、ゴールデンウィークはあんまり予定はないです。クロワッサンでーす。見えない クロワッサンでーす。クロワッサン、あ、確かに。何かのイラスト配信見たけど、正直に一番上手だよ。あ、イラスト配信。他の方も見てみたいです。ニッパスさん、下にこぼれまくるクロワ、サクサククロワッサン派ですか？いやー、サクサクも好きだし、ちょっとしなってるのも好きです。でも、サクサク大好きです。サクサク派です。山竹さん、美味しそうやな。ありがとうございます。お腹すきました？じゃあ次は、メロンパン。よいしょ。生水にかけてすごい。昨日食べたので、覚えてました。めちゃ怖いけど、なるのばっか言ってた子がいて、そうなんですね。メロンパンはメロン入ってないんですよね。なんでメロンパンってつけたんだろうって。あ、線つけたからメロンに見えるってことかな。発明、発明。メロンパン。パンパンパンです。食パン、クロワッサン、メロンパン。四足歩行だけ苦手みたい。そうですね。ちょっと四足歩行。あれ、これか。めっちゃ胴体薄い。今全部で書いたのはこれです。次は何書こうかな。下書き必須、人参ペンです。こんにちは。人参ペンです。アルパカ上手だね。あんまり上手やね。ありがとうございます。エイリオさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。知ってる。前、右手が出てるとき、ちゃんと左手が前になっている。あ、アキトさん。さすがです。アキトさんに言ってもらえるなら、すごく自信がつきます。アルパカ再挑戦です。アルパカも四足歩行ですよね。大丈夫です。今度は、綺麗な四足歩行にします。
あれれ？あ、コスモスさん、ハート、ありがとうございます。NMB には、あやぴょんさん以外、イラストバッてる、ほら、メンバー、わかりやから、黒ちゃん、即戦力になる。頑張ります。ミクパスさん、加入したら、私も書いてくださいとお願いしとこう。キラキラさん、こんにちは。アルパカ。ごめんなさい、ちょっと、ミスりました。修正テープもないので、このまま頑張ります。意外といきました。じゃーん、アルパカでーす。アルパカでーす。あ、シンジさん、こんにちは。今日は12時まで配信させてもらってます。うまい。あ、本当ですか？ありがとうございます。あ、うまい。ありがとうございます。まあ、びっくり。そうです。成長しました。四足歩行。ライオンとは違いますよ。次。ちょっと裏写りしてるかもしれないので、これはちょっと私がまた落書きしときます。何を書こう。じゃあ次は、ライオン再挑戦します。す？ライオン再挑戦します？ あ、そうだ、なんか見て、書こうかなって。でもちょっと見るものないので、あ、見るものありますね。ライオン見ます。上手ですか？ありがとうございます。すいません、ちょっと20秒だけいいですか？20秒だけ。すみません。あ、アッキーさん、はじめまして。エントリーナンバー96番で黒です。三重県出身の13歳。血液型が A 型。身長約150センチの中学2年生です。ありがとうございます。ちょっと待ってください。お待たせでーす。早かったですか？ かったですか？ヨシーさん、はじめまして。見に来てくれてありがとうございます。エントリーナンバー96番のクロウです。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。最速でした。あ、よかった。ありがとうございます。最速ですか？ じゃあ次はライオン再挑戦したいと思います。あ、赤星さん、こんにちは。今日も来てくれてありがとうございます。趣味はハンターになることです。はい、趣味はハンターになることです。ハンターです。今日は本当のお団子ハンターです。お団子なので早く走れるかもしれないです。 はい、
今日は、お団子なので、さらのやつはできないです。さらりのやつはできないんですけど、でも、さらりはできないけど、簡単ならいつでもできます。今日はお団子です。クロちゃん、お昼ご飯はお寿司ですか？お昼ご飯は、フレンチトーストです。赤星さん、お昼ご飯なんですか？あ、そうだ、お昼ご飯も聞きたいですね。お昼ご飯ぜひ、教えてください。ずっとご飯の話して。お母さんにずっとご飯の話してるなって言われました。そうですか？ 確かに、してるかも。ひままさん、おはようございます。たまちゃんさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。ちなみになんですけど バタークロワッサンとチーズス めっちゃ美味しそう。あ、しゅうたさん、おはようございます。フレンチトーストのつもりです。楽しみです。チーズスフレめっちゃ美味しそうです。赤星さん、今日のお昼ご飯は酸素のみです。食べてください。クロちゃんはタピオカって知ってますか？知ってます。飲んだことあります。美味しかったです。はい。飲んだことあります。すっごい美味しかったです。ミルクティーが美味しかったです。はい。ありますか？黒い、なんか、やつですよね。タピオカ飲んだことある人？クロちゃんはタピオカとカエルの卵を間違えたことがありますか？ ありません。カエルの卵も見たことないんですよね、なんか。なんかそのタピオカすごい流行ってた時期には飲まなかったんですけど、なんか最近タピオカ美味しいなって思うようになりました。今って感じなんですけど、今って感じなんですけど、最近すごい美味しさに気づきました。ライオン描きます。コンビニのタピオカはこんにゃくらしいよ。え、そうなんですか？私コンビニのめっちゃ飲んでました。じゃあこんにゃくなら健康的にもいいですね。おいしい。まものさん、こんにちは。今日12時まで、あ、午前は12時まで、午後は1時からやろうと思ってます。もしかしたら、1時半とかになっちゃうかもしれないですけど。こんにゃくなんですか？めっちゃ初めて聞きました。
ライオンを描きます。クロちゃん頑張るね。ありがとうございます。配信楽しいのでね。と今はライオンを描いてます。あ、リカルド人間不信さん、こんにちは。今日も来てくれてありがとうございます。今は見ながら書いてるのでうまくできるかも。トモトさん、GG ありがとうございます。クロちゃん頭の上に鳥の巣が乗っかってるよ。鳥の巣？お団子です、これ。お団子でーす。今日はお団子しました。キミさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ちょっと待ってください。ここの木が気になる。画面がいい。はい、できました。よし。カリさん、こんにちは。エントリーナンバー96番のクロです。三重県出身の13歳、血液型が A型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひいいねよろしくお願いします。ちゃんとさん、赤ちゃん、はい、こんにちは。はい、ちゃんとさんは韓国の方ですか？アニョハセヨ。クロちゃん、白のマジックでホワイトタイヤを描いてください。これ白紙ですね。これ白い紙なので見えなくなっちゃいます。アニタさん、こんにちは。チャンドさん、イエス。あ、そうなんですね。ひままさん、金ピカハートありがとうございます。ペンと間違えた。伊勢神宮に行ったことありますか？あります。行きました。去年かな、行きました。よし。下書き完成しました。これね、消しゴム使えないので。あ、ちゃんとさん、あ、金ピカタコありがとうございます。ありがとうございます。書いてる音聞こえますか？書いてる音聞こえますか？
うるさかったら、もっとやってください。よし、今は尻尾描きました。大丈夫。あ、よかったです。ありがとうございます。教えていただけるってすごい助かります。ありがとうございます。ライオンかっこいい。下向くと料理作ってる時のワカパンさんの雰囲気あるよね。本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。すみません、たくさんしてみて。こう。エピミルクさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。よし。縦波です。花村さん、こんにちは。どうしてそんなに可愛いの？ありがとうございます。エビミルクさんも、あ、アイコンすごく可愛いです。名前も可愛いです。あ、アニタさん、ハートありがとうございます。よし。だんだん仕上がってきました。なんかあんまりうまく描けなかったです。ピカルさん知ってる？知ってます。赤星さん、金ピカだるまありがとうございます。カポンさんに似てる時あります。嬉しい。すごく嬉しい。期待だよ。期待しないで。期待しないで。あんまりうまくいってないので。てか、うまくいってないので、ライオンめっちゃ真剣に描いてるやん。難しいのでね、ライオン。ライオンさ、すごく難しい。めっちゃ。顔が怖くなっちゃいました。もうそろそろ完成です。超。あ、ごめんなさい。あ、アニタさん、赤だるまありがとうございます。嬉しいです。
すごいことになっちゃいました。どうしよう、めっちゃミスっちゃいました。確かに髪上げたらとてき若ポーズに似てます。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。クロちゃん、何夜中顔丸で描いて撮ってた足をつける。撮ってた足は全部棒でええやん。今回は紙にでっかく描きました。ミスった。まあ大丈夫かな。今は尻尾でーす。できました。ライオンでーす。あ、カズさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。エントリーナンバー96番のクロです。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひルームのいいねよろしくお願いします。クロちゃん、休憩とって生また来るから、ありがとうございます。またお昼休憩して午後もやるので、ありがとうございます、赤星さん。早飛びさん、ダウンタウンの浜田さんの内容なんか、好みなら投げ叫ぶレベルやったよ。なるほど。ライオン完成です。なんかめっちゃスタイル良くなっちゃったんですよ。こんな感じ。ん、ライオンです。でっかくしたから見やすいかもしれないです。そうです、リアルです。なんかあんまりうまく描けなかったんですよ。そうなんですよ、あんまり。次は何書こうかな。次何書いたらいいですか。おー、本格的。次何書いたらいいですか。イケメンライオン、イケメンライオン、あ、じゃあこいつの名前はイケメンライオンです。ストレートケアライオンだね。イケメンライオン。すごい重すぎる。めちゃくちゃ本格的なですわ。そうですか。ありがとうございます。ストリート。ストリートライオン。はい。モデルみたい。あ、トマトさん、金ピカライオン、ありがとうございます。ライオンじゃない。金ピカだるま、ありがとうございます。トマトさん、間違えました。ライオン、金ピカライオン。名はイケメンライオン。ユッキさん、こんにちは。今日じゃない、あとは何か書きますか。なんかこれ書いてみたいな、ぜひリクエストというか、ぜひいいアイデア
よかったら教えてください。確かにすごいイケメンになりました。あ、サンピラーさん、金ピカタコ、ありがとうございます。ひままさん、トトロ、あ、ちょっと、キャラクター、キャラクターちょっと著作権的に ちょっと引っかかるかもなので、動物の中ででもいいですか？トトロって確かに動物？トトロって神様なんですか？ トトロって神様ですか？はやとみさんすごいな、ずっと見てられるよ。本当ですか？ありがとうございます。トマトさんのアバター技術もある。はいよ。ポップコーンさん、こんにちは。うさぎでも描こうかな。トトロは不思議な生き物です。確かに。そうです、正体が分からない。トトロ好きです。かわいい。トトロかわいいですよね。次は、あ、ニワトリ、OK です。ニワトリ、ありがとうございます。今ニワトリ調べてます。けいこ、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 け
ニワトリ、ニワトリさん、すっごい顔ちっちゃいですね。うらやましい。鳥羽水族館と並び、家といえば、15円。あ、そうですね。鳥羽水族館、何回も行きました。すごい。あとは、そうですね。ジュゴンめっちゃ可愛いですよ。よし。よしよし。いい感じです。ただちょっとまた、超小顔になってしまいました。小顔のつもりが超小顔になってしまいました。ニワトリの小顔に憧れる女の子初めて見た。あまりいなさそうですね。確かに。ミスった。ミスりました、すごく。ちょっと、鶏の首のところは気にしないで見てください。お願いします。私、絵描くの好きなので、お絵描き配信すごい楽しいです。よし。埼玉山沿いの影さん、初見です。こんにちは、初見さん。見に来てくれてありがとうございます。エントリーナンバー96番の九郎です。三重県出身の13歳。血液型が A 型。身長約150センチの中学2年生です。ぜひ、よろしくお願いします。今は、鶏を描かせてもらってまーす。
ニワトリは早く描きました。見てる方も、上手なイラストだと楽しい。あ、本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。鳥人？人間の体に鳥、ん？です。とりあえずニワトリ完成です。コケコッコー。鳥人、オッケーです。リクパスさん、ありがとうございます。グッド、うま、ありがとうございます。図鑑みたいだわ。嬉しいです。ありがとうございます。さては美術部屋の帰宅部です。帰宅部です。ま、ありがとうございます。完成度高すぎる。あ、本当ですか？嬉しい。コケコッコー。出てこないです。鳥人出てこなかったです。すいません。今はライオンとニワトリを描きました。鳥の缶にタキシードッグの体。ああ。なるほど、なるほど。あれって著作権ってありますか？早田美さん、他の候補生さんなんか描いたイラストをクイズにしてたけど、一生当たらなかったよ、笑い。佐藤さん、遊びに来たよ。ありがとうございます。今日は12時まで、配信させてもらいます。また午後もあるんですけど、とりあえず午前はあります。ライオンの、からのライブもうまいな。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと著作権あるものは、ライブじゃない、配信で流せなくて。ごめんなさい。吉和さん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。今日も、苦労です。配信、ハンターにもなります。最近ハンター少なめですね。あー、なるほど。架空の生き物。またちょっと、調べておきますね。見たことあります。キリンですね。キリン書きます。
やばい。キリンすっごいミスりました。キリン、ミスっちゃいました。えいさくさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。フレンチトーストってなんか食パン切って食パンじゃぶった切ってそれをなんかその液みたいなのに浸してで焼くって感じですよね。切って浸して焼く。合ってますか？ 切って、浸して、焼く。切って、浸して、焼く。合ってますか？ひばばさん、正面から来たか。そうです。正面からです。駅 って言い方 そんな、伊賀さんみたいな。エガちゃんみたいな。切って浸して焼く。マンボさん、こんにちは。エントリーナンバー96番のクロです。三重県出身の13歳。血液型が A 型。身長約150センチの中学2年生です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。肉パスタさん、牛乳と卵、お砂糖に浸して焼く。なるほど。じゃあ食パンは切っても切らなくてもって感じですね。OK です。じゃあ私は切りますね。切る、浸す、焼く。卵豆腐さん、こんにちは。車検さん、こんにちは。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の13歳。血液型が A 型。身長約150センチの中学2年生です。誕生日が12月25日です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。あ、つるつるさん、ハートありがとうございます。クロちゃん、サイガちゃん知ってる？知ってます。食パンも、の厚みも、大事やね。あ、確かに5枚切りのやつ？あ、6枚切りのやつで、やります。いくばさん、好みで焼けたら美味しそう。すごい、ありがとうございます。詳しく、ありがとうございます。私は超甘党なのでね、大好きです。なんかすごいお腹空いてきました。たっぷり、つけておくと、になるよ。多分美味しくって方ですよね。ジョージさん、こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。追い蜂蜜だと少しヘルシー。あ、確かにそうですね。シャーリーさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。ビッグバスさん、詳しくありがとうございます。ちょっと蜂蜜家にないので、お湯砂糖したいと思います。サンピラさん、プルプルになるよ。あ、なるほど。OK です。ありがとうございます。ミラクルさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。キリンはちょっと諦めました。怖くなっちゃったので。諦めます。テスト、プルプル。OK です。
クロちゃんテストします？ ティクバスさん、でも焦がすのが好きなんでしょ？ さすがです。そうです。カタカナだと NG になるんよね。ああ、なるほど。あ、テストってそういうことですか？プルプルで、伏せ字というか、星マークが出るか出ないかってことですね。なるほど。ごめんなさい。クロちゃんテストいいね。あ、やります？ クロちゃんテストやります？ なるほど。テストに出ますよ、みたいなことかと思いました。クロちゃんテストします？ いいですね。そうそう、カタカナで星になったごめん。ありがとうございます。全然やってくださいね。ひこさん、ちら、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。ジャガさん、だるま、金ピカだるまありがとうございます。黒のテスト。黒のテスト。メープルシロップでも美味しいよ。シナモンシュガーも。なるほど。ありがとうございます。基本星になる。サンのナズルーレやもんな。ああ、アショールームのナズルーレやもんな。なるほど、なるほど。SIC さん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。ポニョさん、こんにちは。じゃあ全部で3問です。今問題作ってます。ちぴさんこんにちは。まこさんこんにちは。見に来てくれてありがとうございます。まず午前は12時まで配信してます。じゃあ問題出しますね。ちょっと待ってください。あと1問何にしようかな。じゃあ3問目難しくしてもいいですか？ディディ、出題者のセルフ交換 OK です。3問目難しくします。いいですか？りがとうございます。超難しいですよ。だんだん熱くなる方がいいね。そうですね。じゃあ。
できました。あ、マサさん、星ありがとうございます。じゃあ、問題です。問題です。黒のテスト、あ、マーチョさん、ヒョウ柄タコ10個もありがとうございます。ムッチョさん、ありがとうございます。ヒョウ柄タコ10個も嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、黒のテストいきます。黒の好きな食べ物は何でしょう。団子はトマト。多分表だけ上げていくけど、でもなため、ありがとうございます。じゃあ、むっちゃさん、むっちゃさんにも問題出します。黒のテスト見えますか。黒の好きな食べ物は団子、おはトマト、どっちでしょう。ロッティさん、はい、こんにちは。だんご、肉パスさん、トマト、チャンドさん、だんご、どっちでしょう。あ、投票の方がいいですか。トマトだんご、なるほどなるほど。黒の好きな食べ物も、黒の好きな食べ物は何でしょう。団子かトマト。投票の方がいいですか。投票の方がいいですよね。じゃあ、投票取りまーす。ゆうくの JKT4あ、やめとこう、OK です。アイクの JKT48。 じゃあ、投票、ごめんなさい、締め切りますね。投票やめとこうってなったので、すいません。2のトマト。2の方が多かったですね。あ、ギフト投げないから。すいません。横じいさん、赤だるまありがとうございます。今日のテスト、好きな食べ物は団子です。横じいさん、だるまありがとうございます。皆さん、あ、つるつるさん、ハートありがとうございます。黒の好きな食べ物は団子です。多分みんな分かって言ってますよね。トマト苦手です。みんな分かってるから、そうですよね。わざと。あ、じゃあ、黒の苦手な食べ物は何でしょうか。炭酸、おはシチュー。苦手な食べ物はどっちでしょう。炭酸の飲み物か、シチューどっちでしょうか。あ、車検さん、タカさん、こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。エントリーナンバー96番のクロウです。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひいいねよろしくお願いします。炭酸シチュー、トマト炭酸シチュー、オッケー。じゃあ、100% シチュー。シチューは飲み物なので、いや違います。食べ物なので。
黒の苦手な食べ物は炭酸です。ニグマさん、100%シチュー。あれれ？ サピラさん、シュワシュワ。そうです。じゃあ、最後難しいです。黒の好きな、アニメは何でしょうか？あ、もう少し大きい字がいいな。そうですよね。ごめんなさい。ああ、間違えた。片言。黒の好きなアニメは何でしょう？ブルーロック、オアデスノート。私の見たことのあるですね。見たことのあるアニメはどっちでしょう？ブルーロック、カーテスノート。めっちゃ難しいです。見たことある。私の見たことのあるアニメはどっちでしょう？じゃあ、ヒントはこれです。ヒントはこれです。ヒントこれです。ヒントは、あとは、この持ち方です。い。ヒントは、これと、この持ち方です。はい、どっちでしょうか？ブルーロック、ブルーロック、デスノート。デスノート、ブルーロック、ブルーロック、ブルーロック。ブルーロック、デスノート。ブルーロック、ブルーロック、デスノート。デスノート、デスノート。黒ノート、黒ノート。それ答えや。ヒントもっと出して。ヒントもっと。わかりました。マサさん、かわいい。ありがとうございます。本名じゃなくてよかった。 じゃあヒントもうちょっと出しますね。です。あとはこの持ち方と。です。正解は、デスノートです。い。正解はデスノートです。さっきとの違いがわからん。私もです。そんなシーンあったか？ないです。でも大体こんな感じかなみたいな。って感じです。クロテストいいですね。ああ、間違えた。挙動不審。あ、マサさん、ハートありがとうございます。河合さん、初見です。こんにちは。エントリーナンバー96番の黒です。三重県出身の
43歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひ、いいねよろしくお願いします。マッピーさん、はじめまして。かわいい。みさみさみたいなハーフティーも似合っててかわいいだろうな。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、さっき書いたアルパカライオンにあたりがすごいよ。さっき書いたのはカワウソ、パンダ、ライオン、ワニ、ペンギン、三色団子、みたらし団子、ワンちゃん、虹、月、猫、パン、ジャム、クロワッサン、メロンパン、アルパカ、ライオン、キリン、ニワトリ、そしてハンター、ハンター、ハンター、はい。はい。てってれー。イケメンライオンが。絶望くさ。あ、ヒデリンさん、ヒョウ柄タコありがとうございます。かわいさ、ファンタ。あ、違います。ごめんなさい。滑舌が悪かった。ハンターです。ハンター。ハンターあ、サンピラさんびっくりマーク、タツーさんこんにちは、来てくれてありがとうございます。おー、メインブラックタンボさんこんにちは、いつきさんこんにちは、エントリーナンバー96番のクロウです。三重県出身の13歳、血液型が A 型、身長約150センチの中学2年生です。ぜひいいねよろしくお願いします。ハンター、なるほどそうです。三重県には鈴鹿サーキットによく行きました。あ、本当ですか。三重県いいところいっぱいなのでね、楽しいです。みやさんこんにちは。かわいさん、サングラス似合いますね。あ、本当ですか、ありがとうございます。今日はお団子ハンターです。捕まえます。はい、じゃあアイドルの捕まえちゃうぞ、どうぞ捕まえちゃうぞ。MB48 は10年ぐらい見てませんが懐かしいです。ぜひ見てください。もうあのかわいいかわいい綺麗なキラキラした、もうすごい本当に、はい、走るの遅そうやねんけど私走るの遅いですけど一応ハンターです。お疲れ様です。こんにちは。じゃあそろそろ午前の誕生読みしてもいいですか。もう10期生なんですね。はい、2010年の結成からしてますが、もう10期生なんですね。そうです。めちゃさんお疲れ様です。誕生読みさせていただきます。いや、ありがとうございます。むちゃさん、
見てくれてありがとうございました。トマトさん見てくれてありがとうございました。キャンちゃんさん見てくれてありがとうございました。肉パスさん見てくれてありがとうございました。つれづれさん見てくれてありがとうございました。山滝さん見てくれてありがとうございました。トマトさんお疲れ様です。タイムさん見てくれてありがとうございました。キンちゃんさん今日も、見てくれてありがとうございました。チャンドさん見てくれてありがとうございました。赤ちゃん美味しくご飯食べてね、ありがとうございます。チャンドさんもです。ヒデリンさんありがとうございます。見てくれてありがとうございました。サンピラさん見てくれてありがとうございました。色が食べよう。はい。マサさん見てくれてありがとうございました。誕生日は、これはざます、おつのしです。サンピラーさん呼んでくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。赤星さんありがとうございました。ありがとうございました、本当に。ごめんなさい。ゆっくり食べてね。ありがとうございます。優しい。午後配信は大体何時くらいかわかりますか？1時か1時半くらいですね。じゃあ、1時半から次やらせてもらいます。つえせさん、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。クロちゃん、おとといぶり、次は何時から？あ、くんちゃんさん、ごめんなさい。次は、1時半から、やります。やすさん、またねー。まささん、またねー。またさん、またねー。サンピラさん、またねー。つるせいさん、またねー。ありがとうございました。はやとみさん、じゃあまた来るね。ありがとう。お疲れさん、まんじゅう食ってけ。山竹さん、バイバイ。本当に今日も見てくれてありがとうございました。次は、午後の1時半からやらせてもらいます。フレンチトーストを食べてきますね。ありがとう。